チチ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 カイ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 ワタホレワタホレカイカイカイ。うん、あんたここで寝るの好きやからワタ置いといたんやけど、なんかワタがあったら奥に奥にっていうのをしようとするんやね。初めて知ったわ。でもね、そうやって綿掘っちゃったらね、また結局ケージの角っこには行き当たるから、別に寝心地良くならないんだよ。それでもいいの、タビちゃん。買い買い返して。うん。な。また別に綿いらんのか、やっぱ。まあ、タビちゃん自身がふわふわやからな。多少硬い場所でも。ゆったり眠れんのかな。そっか、もしいらないんだったらこの綿後でまた捨てときますけど、一応ね気に入ってくれる可能性もあるので置いとくか。今日は日曜の朝だね。うん、ちびちゃんかわいいな。走ってたね、タビちゃん。あんた今眠いでしょ。うん。あ、じゃあ俺はイオンモールでちょっと飯でも買ってこようかなと思うんで、タビは引き続きねんねしといたらいいで。来るやんか。痛いね、爪が。めっちゃ痛いね。痛いけど。あんたすごい爪鋭いんやな。来た来た。チチチ。わたをほれほれチチチチチ。うん。まだなんか腕が痛いよ、タビちゃん。持って帰んの？そんなでっかいの持って帰んの？え、ほんまに持って帰ったよ。いやいやいや、このケージの中も綿いっぱい入れてあげてるんですけどね。ここに綿を必要としてるっていうよりかは、やっぱ部屋の中に持っていきたいって感じなのかな。こっちはあくまでお昼寝よ。こっちはがっつり寝るよ、みたいな感じです。見える？ほら、引き込め引き込め、言うて。好きなだけ持っていきな、タピッちゃん。また引き込んでます。こうやって見ると分かりやすい。頑張ってワタを持っていこうとしてるんだ。うん、まあ、このまま置いとこうかな。このまま置いとくから、まあ俺が買い物行ってる間に好きなだけね使ったらいいよ。余ったものはねゴミ箱捨てとくからね。はい、ということでこんな感じで今日も動画を締めさせていただきます。皆さんも見ていただいてありがとうございました。あ、お腹鳴った。でまだ全然お腹ご飯食べてへんから、ちょっと早く料理しないとね。じゃあね、バイバーイ。タビちゃん、バイバーイ。